それでは入ってきてください。どうぞ。おはようございます。よろしくお願いします。南水です。今回ターゲット南水のお二人です。はい、お願いします。南水です。お願いします。ちょっとじゃあお二人こちらに来ていただいて、はい、座っていただきたいと思います。はい、はい、まあ一応私令和北南高野がですね吉本漫才劇場風紀委員長をしておりまして、漫才劇場に出入りする芸人さんの、はい、まあ、荷物をチェックして危ないものがあればこちらで没収するという企画です。はいはいはい、なるほど。ちょっとじゃあ、はい、お座りいただいて、まあだから、はい、まあ、普段は、はい、神保町あと漫才劇場で活動しているので、はいはい、まあ、今日東京から、はい、来てくれて、はいはい、まあまあその荷物チェックの前にせっかくこの南水というのはどういうコンビなのかっていうのを知りたくて、はい、というのは関西出身で、はいはい、今東京で活動やけど、はい、どういう経歴でその前に行ってるんですか。大阪 の35期で1回入ってるんですよね。そうらしいね、はい、NSC35期大阪の、はい、それぞれそこ NSC で知り合うわけ、はい、そう、はい、35期に、はい、そうです。はあ、はあ、でそこから大阪で活動するの。活動半年ほど、はい、で解散して、はい、解散するんや、はいはい、解散して、はあはあ、まだやるつもりの解散やったんですよ。はあ、はい、芸人をそれで続けるっていう解散、はいはいはい、ここでコンビ組むかどうかわからないっていう状態。いや、そこもほとんどなんか確定みたいな。どういう状態そんな感じ。まあ、なんか長なるんすよ。難しいそんな感じ。難しいっすよ。パート3いきます。難しいっすよ。一本の動画ではまとまらない。まとまらないです。何続けるかもしれない解散って何なの。中に何かすることがあったってこと。いや違います。2人でやって半年やって、はい、その後に、うん、こいつの友達を1人入れて、はい、はいはいはい、3人になったんですよ。一般がその頃ありやって、はいはいはい、はい、まずコンビでやってたのがほんま2ヶ月ぐらいなんですよ、うんうんうん、で1人入れてやってて、それで3ヶ月ぐらい、3ヶ月合わせて半年ぐらい、はいはいはい、でそこで1回抜けてもらったんですよ。トリオよりは受けなくなって、うんうん、あれと、うん、あれってやってどうしようってやって、まあ、はい、1回でもつまりも別のコンビでやってたんで、はい、その時は、はい、そうです、はい、でまあどうみたいな感じで、うん、もう一回ちょっといけへんみたいな、え、呼び戻されたんや。でも俺はほんまにその時の相方には悪いですけど、また戻れるって思ってましたそれ一番悪いなこっちの活動もそんなにうまくはいってなかったって感じ。そうですね。ああ、だったら戻る方がいいなっていう、はい、やし、やっぱ俺らと受けへんやろなって思って抜けました。おお、もう一回は分かったと、はい、見てみよ俺の知り合ってみ。そうです、そうです。もうほんな結果、はい、締め締め、はい、それでそんなことなかったけどな。めっちゃ見てるね、2人の活動をで、戻るんや、はい、戻ったと、この2人の時の同時にここがパッと抜けるんですよ。で、この2人戻るんですけど、うん、やっぱトリオの時が調子よかったから、うん、トリオの3人目おらんかってなって、で、探そうと思って、はい、東京に、東京行こうと思ってみたいな、東京行ってやってたんですけど、うん、1回フリーだけ出るかってやって、うん、フリーライブだけ 2,3 回出たんですけど、はい、ちょっとフリーマジで厳しいなってなって、はいはい、うんうん、で、もう1回養成所どっか入るかってなって、うん、でそこはもう何も考えずに吉本でしたね。ああ、まただから東京の NSC に入り直す、そうですね、はい、で、まあもちろんだからもう結局でトリオにはならずに、はい、NSC の時はなりました、東京は。ああ、なったやん、引き入れたやん、はい、合わなかったっすね。はい、はい、でもじゃあ2人でやる、じゃあ2人でっていうことで、はいはい、この2人になるわけね、結局2人です、はい、なるほどなるほど、はい、でまあ、それぞれもちろんやってると、あと1個が気になるのは、皆さんもねご存知だと思うんですけど、板橋ハウス、ああ、はい、こっちはこっちはすごいやんか、はい、ありがたいですね、うん、はい、それどういうことな、どういう流れでそうなるわけ。あ、でもほんまになんか軽いノリみたいな感じで、うん、芸人ルームシェアみんな結構するじゃないですか、うん、その感じでルームシェアをしてって、うん、でなんか夜中になんかやっぱふざけるじゃないですか、うん、芸人同士住んでたら、はいはい、でなんかただふざけて、うん、次の日眠いなってなってんのもったいないなって言い出して、はいはいはい、でなんか動画とか上げてみるかって言って始めたのがきっかけです。もうとりあえずじゃあ一回撮ってみて、はい、もうこんなに、まあ、自分たちが楽しいやったらもったいないから一回読み出してみようと、うん、はい、なんか上げてみようみたいな。まあじゃあここからじゃ一応本題というか、はい、2人の我慢をじゃチェックさせてもらって、まあ、全然ないものがあればじゃあ募集しますので、大川君からいきますか。これだけ、これだけです。まあ、もうちょっとあの小道具があります。だから私物はこれですね。だからね、プライベートのものはこんなかった、はい、ちょっとじゃあ一応見させてもらいますね。
危ないもんあるんちゃうか。なんか嫌やなこの感じ。何か。それはジェルな。ジェル。はい、ジェル。これは知ってるんですが、はい、なんかねシールが貼ってまして。それはねもうあれなんですかね。村岡東京進出会議。あかん世に出る村岡が。いいよ別に。何ですかこのシール。これ僕らの同期で、はい、あの村岡ってピン芸人がいるんですよ。はいはいはい。東京でライブあるのに、うん、群馬住んでるんですよ。でちょっと引っ越した方がええでってずっと言ってたそれはそうや最初もちろんもちろんでもまあまあで分かったじゃあもうライブ打とうはいはいはいライブ打ってもうそこで家決めちゃおうおおもう強制的にはいはい、はい、でそれをこの前ちょうどやったんですよおで家が高円寺に決まりましたそうなんやでこれはそのなんかライブ名がそうでございます村岡教室会議、はい、これは何やこれはこれはにわかせんべいの、はいまあ、なんかポーチなんですけどなんか、はい、また村岡東京進出会議ええってどんだけ普及したいの村岡東京進出会議をステッカーが激余りしたんですよあイベントでお客さんに配るためのってこと本来、はい、どれぐらい入ったのこれはね25人ぐらいでしたまあ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 でもなでもまあ、村岡のが東京行くかどうかの話をこの25人を絶対に大切にしようってそうだな、はい、なるほどねでも中はまあいろいろワックスが入っていたりポーチでこれはのりかそれのりですねのりが一緒のりがね、はい、これなんだこの映していいやつこれこれは全然大丈夫これ赤いキャップが赤いこれ怖いよ雲とかの色全然大丈夫よく描いちゃうんでちょっと赤になるんですよはいはいはいでその時にちょっとプツってできたら、はい、これを塗るって、はい、大丈夫ですよね、はい、全然大丈夫大丈夫やめてくださいちっちゃいポーチにもあでもこれ一緒やんそうそ う, そうこれの中についてたんですこれついてたやつはい何これそれはあ、はい、このヒゲ剃りと、はいはいインカンインカンです、はい、インカンこういう組み合わせヒゲ剃りってなくなっちゃうんで、はい、で、あとこのドーラン、はいはい、あちょっとコントでメイクしたりとかするときもね、はい、あとピンセットとか、はい、まあこういうまあちょっとエチケット的なものをここに入れてるわけね、はい、こんな見られんねん全部見ていくんですよすごーさんいるなぁなるほどね、はいはいはい言っちゃうんですこれもうええてちゃうちゃう、はい村岡おるからもうええわここに村岡おるし、はいはい、あのねこっちにも村岡おるなんでなんで一冊に2枚貼ってるのめっちゃ余った多いって村岡絡んでめっちゃ余ったあまり好きやろ村岡がこれはまあいろいろこの何ネタ帳とかスケジュール帳か、ね、これはなこれ何これこのこれ見てええの謎のメモ村40村70僕村岡じゃないもうええって村岡ばっかり村岡ステッカーの数が40枚違う村40で村70これ何や何これ何やこれいや俺も分かんないですけど多分村岡ではあります村岡の村とかな多分で村岡っす多分なんか村岡っぽいな怪しいなでまあこれノートな、まあ、それネタ帳ネタ帳か、ね、まだ村岡もなんでなんでなのええわなんやねん村岡じゃあ全部に貼れよいや違う確かになんで設定後には村岡もあるのにこれが一番なくしちゃダメなんですよこれ、ね、この3冊の中でも一番大事な、はいはい、なるほどなるほど、はい、この辺はじゃあこんな感じか、ね、はいでまあもうあと何もないんやけど、はい、1枚だけ、はい、こんなのができたよええ村岡村岡そう別の村岡と思ったよ俺村岡と思ったらなぜかこの1枚だけ黒帯や普通になんやねんこのフェイントどう考えてもこの大きさ村岡やろなんやねんこれ岡内が持ってるこの形は村岡やろそうあかんねんでもこんな裏切りあかんねん持たないですよ全部ダメですよこれダメというわけで没収はこっちの上手からですマジっすか、はいあなたがこの形で持っていいのは村岡の形でこんなややこしいことするのに俺これでもうワクワクしてんから村岡また村岡が見えるって思って見抜いたら黒目やったうわすいませんこれ募集ですうわすいませんじゃあ、はい、お菓子これではいありがとうございますじゃあ鶴丸はいちょっと見ていこうかお願いしますこんな何にもないっす俺マジでいやいや一応細かく、はい、一応見させてはもらいますけどもこれはちょっとポシェットというかな、はい、そのうちのものミニカバン吉本の
あ、はい、ね、せっかくなんで、はいはい、で、まあ、財布でしょ、あ、財布、はい、で、まあ、イヤホン、はいはい、で帰りの新幹線のチケットとか、うん、まあ、この辺だからもう絶対に必要なものは紙の身分や、はい、じゃ財布もちょっと見ようか、いや、何もないですよ、出た、え、出たんちゃう、え、捨てた、え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 、来た、近くのこの、来た、もしかしてこのステッカーの違うか裏が来た、うん、ただね、はい、これを、だからこれって映したらあかんねんな、今これってね、あの、いろんな、いろんな著作権がかかる、あ、何かが今映った、村岡はな、著作権全然あれフリーでしょ、なんでそんなこと言うんすか、村岡は著作権だね、 R ついてますよ、まあ、ついてないやろ、村岡はフリー素材やろ、そんなことないわ、これちょっと映せないんですが、ちょっと期待しましたが、そう、まあ、いろいろこのまま財布 ね、まあ、そうですね、ありますね、じゃあちょっとその大きな大きいのカバンも見させてもらいましょうか、これ開きます、多いやろ、なんもないですよ、でもなんもないにしてはそのなんかでかいねカバン、はい、なんだこれ、あ、まあ、それはそうですね、コント道具、コント道具だ、はい、コント道具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 、どこの鍵やねこれ、いや、これコント道具ですね、ほんまか怪しいて、コントで使うものなんかあんねや、取引とか取引ってなんですか、目怖すぎるんだよ目がいって持ってるから、コント道具です、コント道具、ほんま大丈夫なやつ、はい、これ外してあの、あー、そうですね、コント道具でしょ、めっちゃコント道具やコント道具、おそらくガンマが大丈夫、これは銃刀法違反だ、大丈夫すぎます、ほんまか、いや、売ってみてくださいよ、大丈夫よ、こバケオンだよ、確かに俺がなんかその加担してんじゃないよな、はい、もう大丈夫、こんな持ち歩いて、いや、大丈夫でしょ、職質されたって、これ大丈夫じゃん、コント道具しか言わない、コント道具って言って、これ乗り切れる、コント道具やん、まあまあ、絶対、うわー、また出てきたじゃコント道具何丁持ってんねん、コントやから、だから何が違うの、これ何用と何用これ1個でいいことないよ、いや、ダメです、これはこっちは、刑事ですね、刑事用、はい、で、こっちは、うん、早打ちガンマンですこれ1個でええんちゃうの、これ別に刑事としてもさ、使えるんじゃないの、これあかんの、なんかそれがいいんですよ、それがええの違うの、やっぱり、はい、まあ、この辺はじゃあ衣装なわけね、そうですね、いけるか大丈夫か、ここも一応見させてもらおうか、あ、これはヒゲ剃りか、そうです、ヒゲ剃りです、 M1 のシールもあって、はい、ヒゲ剃りで、あとこっちやね、ここも問題は、はい、こっちは、はい、え、めっちゃ怪しいやん、吉本の店に変わってみよ、じゃあ買ったから、これ軟水、これ知らんすか、天然水って書いてある、天然水でこれもコント衣装の靴ね、はい、で、あとはまあこの辺タオルとか下着、衣装しかないっすね、でしょ、うん、これがこのスーツケースの鍵か、あ、そうですね、なるほどね、いろんな鍵入ってるみたいな、怪しいやつちゃうね、怪しないっすよ、で、これエコバッグ的な、あ、まあ、はい、で、カップなんだこれ、せっかくやから、もし遭難した時も食べたら、違う違う違う、なんだこの緊急の食事みたいな1個だけこれでお湯沸かしてお前来る今という時にええやん、それでも何生きようとしてるやん、そう、え、いいやん別に、もし何どっか漂流とかもう行けるようにってこと、お前俺村岡しかないのに知らんから生き抜かれへんもんな、知らんよ、なるほど、じゃあ危ないものはない、ないですよ、ほんな一応水没収じゃん、怪しいわ、なんか冷たい、確かになんかあるんちゃうかなって、コンビ名ともかかってるから、かかってないっす、何かこの吉本と軟水との間にちょうど多分軟水が出だしたぐらいから吉本にこの水を置かれるのって何もないっすよ、いやいや、なんか今まで吉本が水なんか出してなかった、なんかあるんでしょ、あなた聞いてないいや、これだからちょっとこの吉本天然水、こっちで募集します、いいっすよ、また買うからいや、今回はちょっと募集します、そう、はい、ちょっとありがとう、じゃあちょっと、はい、直そう、はい、というわけでありがとうございます、じゃあありがとうございました、お買い上げください、ありがとうございました、せめてこの水だけあ、それ大丈夫、これが大丈夫、その水大丈夫、はい、はい、そう、吉本の水がちょっと何か怪しいありがとうございました、はい、というわけで今後ともよろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました、くそ怪しいな、でも、なんか唯一引っ張ってこれないですよ、そんなことない、そんなことない、あとの2人はもうめちゃくちゃ引っ張ってこれるんですよ、それぞれのコンビに還元してくれるわけはいはいはい、じゃあ2人が来すぎてます
俺は普通ぐらいです。ああ、来すぎてる。3人の中でもその2人が人気というか。